しい言葉でできます。まず、最大値、最小値、そして範囲、またはこれをレンジ。はい、まず最大値は当然、ドラえもんさん、そして120、映ってますか？129.3が最大値、そして最小値が一番この2人だから、まあ、0.8ですね。0.8と。ね。0.8。これが最小値。で、レンジっていうのは範囲なので、これからこれを引いて、この線。これでいいか。これで引き算して、ね。1、2。はい、引き算して128.5ということになりますね。そろそろドラえもんさんお帰りになられます。ちょっと待ってくださいね。ということで、というわけで、どこでもドアで行ってしまわれました。というわけで、代わりの方が入られましたよ。4.9、もうちょっとありそうに思いますよ。まあそういうことで4.9でも一番最大には変わりないので、今度は最大値がこれに変わるってことですよね。はい、変わったと。そうすると今度はレンジも変わって、レンジも変わって、ういっと、はいと。そしてこっちも変わりますね。ここがいらなくなったので、ここにもう1票入ってって、これが3になって、そしてほいと、はい、すっきりすっきり。まあちょっと面倒くさい感じですけど、これから1人分の0.125増えただけだから、125を足しただけで、計算自体はそんなに面倒くさくないです。で、足したらやっぱり1になると。というわけで、最大値、最小値、そして、レンジですね、範囲、これをまず、覚えました。そしてこの次に来るのが、平均値、中央値、最頻値、最頻値、はい、最頻値っていうのはモードと言いますね。この中でモードはどれかな、そして中央値はどれでしょうか、考えてみてください。